ジョップ、小松島航空基地の1小松島航空基地は、徳島県小松島市和田島町アザースバタ4の3に、所在する海上自衛隊の飛行場である、小松島航空基地付近の空中写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成呉地方大例下の小松島航空隊として活動してきたが、 2008年3月末の部隊再編で第22航空軍令下の第24航空隊の基地になり対戦障害ヘリコプター SH-60J が配備されている。主に大阪湾を中心に瀬戸内海、近畿、四国南方海上の防備を行っている。また気候が乾燥しがちな瀬戸内や四国は山火事が頻繁に発生する地域だが、 小松島航空隊は、その度に、県知事の要請により災害出動し、徳島航空基地隊と共に、ヘリコプターによる消火活動を行っていることでも知られる。1941年10月1日に、大日本帝国海軍クレチンジュフの励化部隊として、小松島海軍航空隊が発足したことに始まる。翌1942年、第十二連合航空隊に編入され、 海軍飛行予下練習生訓練施設が置かれ、水蒸気約10機、隊員約300名を要する練習航空隊として、水蒸気の操縦や偵察術の教育訓練が行われた。1944年には、練習航空隊の指定を解かれ、第903海軍航空隊に統合され、主に、紀伊水道での紹介や、船舶の護衛を行った。 第11海軍航空省岩国市省小松島補給工場が置かれていた。終戦後、基地施設は取り壊され、荒れた状態で放置されていたが、1959年10月に防衛庁が小松島市に海上自衛隊の基地建設を申し入れ、1964年11月20日に臨時小松島派遣隊が発足。翌1965年3月25日、 海上自衛隊第21航空軍令下の紹介ヘリコプター部隊として小松島航空隊が開け隊され、再び航空基地となった。発足当時は h s s 1 n 9機を装備し、周辺海域の防衛、沿岸防備、航空救難に従事した。1971年3月1日には HSS-2 が配備された。 1987年12月1日、小松島航空隊は、第21航空軍から、クレッジ方体冷下に編成外となった。1988年6月13日には、HSS-2B が配備され、さらに2001年8月29日には、SH-60J が配備された。2008年3月26日、海上自衛隊体制移行による、 舞台再編が行われ、小松島航空隊は、第22航空軍令下に編入され、第24航空隊に改編された。ありがとうございます。